こんにちは、藤原です。今回は今行くべきな観光スポットを紹介させていただきます。1泊2日の草津旅行のおすすめになります。草津は関東地方の群馬県にあり、温泉街でよく知られておりますよね。東京を中心で生活している方は意外と行ったことないという方も多いかもしれません。そんな皆様のために次旅行に行くならここおすすめなので、詳しく紹介させていただこうかなと思っております。では1店舗目がですね、奈良屋喫茶湖という草津のホテルの1階にある、カフェになります。奈良屋という宿に併設されているカフェになりまして、夜の時間バーになるんですけども、バーはですね宿泊者の方専用らしいので注意してください。ここは、一番中心のですね湯畑から徒歩1分程度のエリアなので、アクセスも抜群です。はい、これは結構嬉しいポイントかなと思っておりまして、こちら映えカフェというわけではないんですけども、すごいゆっくりできるカフェとなっておりまして、こういわゆる若くてインスタとか好きそうな方は少なめな場所になっているので、大人の方も安心して行くことができるんじゃないかなと思っております。割と草津温泉は湯畑、中心にですね、割と混雑、しておりますので、こういう押し付ける場所を、1個しているっていうのはいいのかなと思っております。はい。2店舗目はですね、エサボグーテライゼという、お店になっております。ここはすごく、まあ、木のぬくもりを感じる、とっても落ち着いている雰囲気なのが特徴的かなと思います。朝9時半からやっているお店になっておりますので、もしホテルに朝食がついてないとかあれば、ここに来るのがおすすめかなと思ってます。次のお店がですね、湯畑草庵というお店になっておりまして、ここは10時から21時までやっているので、結構長く空いている場所になります。で、ここもホテル併設の足湯カフェになるんですけども、ここもですね 湯畑にある中心エリアの真ん中にあるので、まあ、アクセスよく、足湯カフェに行きたいって方、まあ、楽しみたいって方にはおすすめかなと、思っております。で、もちろんですね、足湯使わずに店内で楽しむこともできるし、足湯席はですね見ての通り多めにありますので、いろんな利用の仕方が、できるっていうのは結構おすすめなポイントかなと、僕は思っております。なかなか足湯を、楽しむっていう場面って東京都内にいるとなかなかないと思うので、まあ、こういう機会に楽しむのは僕はおすすめかなと、思っております。ただですね、ここも、いわゆる観光地にある、カフェにはなっておりますので、こういうちょっと映えるようなコーヒーメニューもあったりするんですけども、美味しいコーヒーに慣れてる方からすると、まあ、味が物足りないって思うかもなって思います。その辺は許容範囲で、考えておいてください。はい、ここは、ホテルになるんですけども、この宿はですね結構おすすめなポイントが多くありますので、ゆっくり紹介させていただきます。ここは何と言ってもいいところが、23種類のお風呂があることになります。で、誰でも利用できるお風呂は4つ、まあ、2つのお風呂が男女ありまして、プラスですね3つの貸し切りお風呂があります。で、男女で同じお風呂ではなく、男女で別のお風呂に、まあ、なりますので、1日で切り替わる仕組みになっております。次の日の朝に切り替わるという形になります。お風呂を、入るの好きな人は結構そういう利用の仕方もするかもしれないんですけども、お風呂そもそもそんなに楽しまないよって方でも、夜と朝どっちも入るっていうのが、まあ、一番おすすめかなと、思っております。今はちょっと運営していないみたいなんですけども、サウナもあったりとかして、岩盤浴もあるので、お風呂以外も楽しめるっていうポイントも結構推しポイントかなと思っております。何より貸し切り温泉が3つあるというのは結構、嬉しいですよね。貸し切り温泉って有料だったりとか事前に予約が必要だったりとかって、まあ、よくあることだと思うんですけども、ここは、使用していたら光る看板があるので、時間がある時に、貸し切り温泉 見に行って空いていたら入れるというシステムになっております。まあ、カップルや家族で行くシーンでも一緒に入ったりとかゆっくり楽しむことができるので、このシステムは、まあ、皆さん本当に嬉しいのかなと思います。どうしてもカップルで行くとね、男女別々になってしまうのが当たり前だと思いますので、まあ、こちらの貸し切り風呂で一緒に楽しむっていうのは、まあ、本当におすすめかなと思います。で、貸し切り風呂はそれぞれコンセプトがあって、竹、岩、光と入る、お風呂によってね全て違う楽しみ方ができるので、これはね皆さんの全部入ってみてほしいなと思っております。そうは言ってもですね、人によってはカップルでも一緒にお風呂入るの無理っていう人もいると思います。で、実際どうなのかちょっと統計的にわからないんで聞きたいんですけど、カップルだと
あんまり入らないって人が多いんですかね。どうなんですかね。家族になるとさすがにね、お子さん一緒に入れたいとかする関係もあって一緒に入るとかね多いとは思うんですけども、付き合いたてのカップルとかこの辺難しい問題でもあるのかなとも思うので、まあなんかその辺の距離感がいい感じか、どっちかが一緒に入りたいと思ってるとか、まあ相手が嫌じゃないっていう範囲はもちろんなんですけども、まあその辺はね、こう考慮しながら選ぶ方がいいのかなっていうのと、そもそもどうなのかなっていうのを知りたいので、ちょっとコメント欄に残していただけると嬉しいです。今映ってるのがですね、この宿がすごい行き届いていることだなと思っていることなんですけども、お風呂出た後に何個でも食べることができるアイスキャンディーとか、まあアイスがあったりとかして、それを楽しめるっていうのもすごいいいなと思っております。あとですね、旅行に行くとご飯の時間がこう5時とか6時からで早くて夜にお腹が空いちゃうみたいなこともあると思うんですけども、22時から23時限定で夜食そばみたいなのが出たりとかするので、そういった点も楽しめるのはおすすめのポイントかなと思っております。結構こう泊まる方の気持ちを汲み取っていろんなサービスを展開されている宿だなと思っておりますので、すごい素敵な宿だなと思っておりますね。宿泊したお部屋はですね、割と綺麗ではあるんですが少し狭めではあるので、洗練された雰囲気の今っぽいところに行きたいって方は違うかなと思うんですけど、まあ、古き良さを楽しみたいっていう方はですね、すごいおすすめかなと思っております。共用部もすごい充実していて、すごい綺麗な場所が多かったので、そういった点特にお勧めできるポイントかなとも思っております。はい、ではですね、ここは飯山邸という、こちらも湯畑から3分ぐらいで着く草津温泉に一軒だけの釜飯屋です。厳選したお米を草津の水で溶き一つ一つ丁寧に炊いているそうです。少し出てくるまでに時間はかかるんですけども、その分納得の美味しさがあります。この絵を見てくれるだけでも美味しさ伝わるかなと思うんですけども、ここはめっちゃいいですね。で、店内は子供向けの、おもちゃ等も売っていて、アットホームな感じの雰囲気になっております。で、これが鶏舞茸の一番人気の、ものを頼んでいるんですけども、これめちゃめちゃ美味しく、これおすすめです。はい、ここはですね、またもう一軒ランチのおすすめなんですけども、草津名物のひもかわうどんのお店。ここは定番枠ですね。ここは11時から、オープンしているんですけども、売り切れ次第終了になりますので、まあ、早めに行くのがおすすめかなと思います。あまり知られていない人も多いと思うんですけども、舞茸が群馬実は名産なので、こちらも舞茸の天ぷらを注文しているのと、群馬でカツ丼といえばソースカツ丼で地元で人気な B 級グルメなので、これも一緒に頼んでおります。はい、ここは大滝の湯という温泉になります。ここは、普通に、ね、誰でも行けるような場所ではあるんですけども、公衆浴場みたいな感じではあるんだが、温泉というすごく嬉しいポイントです。古くから草津に伝わる温泉らしくて、まあ、温泉の豊かな成分を楽しむことができるので、ここも一度行ってみるのがおすすめです。ここはですね、奈良屋という温泉になっておりまして、日帰り温泉は12時半から14時まで利用できるので、限られた時間ですが、時間が合う方はぜひ行ってみてほしいなと思っております。14時以降は宿泊者限定の形になります。で、木造の3階建てのお宿になっておりまして、ここはここですごく歴史がある、素敵な印象な、場所になりますので、ここに泊まるのも、もちろんおすすめです。温泉だけ行きたいなって方は時間合わせてプラン立ててここに行くのがいいんじゃないかなと思っておりますが、なかなか時間が合う方も少ないとは思っております。こちらはですね、草津温泉の湯畑になります。まあ、湯畑はね、言うまでもない有名スポットなので、まあ、少し豆知識を紹介いたします。ここは温泉街の中心に位置しており、毎分4000リットルの源泉が湧き出る草津のシンボルになっております。ここは本当草津を、ね、象徴する場所かなと思っておりまして、夜はこんな感じで幻想的な雰囲気になっているんですけど、朝はこのような雰囲気になっていて、よく見慣れてるね、景色かなとも思います。とてもとても素敵な雰囲気なので、ここで写真撮ったりとか動画撮ったりとかするのはすごくおすすめだし、ここら辺の周辺には足湯とか風呂とかお土産屋さんとかもね多くありますので、ここら辺で寄ってみてください。
ここもですね、もう鉄板すぎるんで、ちょっと豆知識ご紹介いたします。草津温泉の源泉はすごく熱くてですね、50度近いものがほとんどで、そのまま入浴することはできません。しかし温度を下げるために水を入れたのでは温泉の効果が薄れてしまうので、そこで熱い源泉の中に約180センチの板を入れて湯を揉み、入浴できるまでの一定の温度に下げる湯揉みを考えついたそうです。でその、ね、湯揉みをすることで温度を下げるだけでなく、湯を柔らかくする効果や入浴前の準備運動にもなるみたいで、この湯揉みがあるみたいです。はい、でですね、またちょっと移動しまして、ここは西の河原公園という公園に行っています。メインストリートで食べ歩きできたりとか、終着点には源泉出てるところがあったりとか、ここもすごく、おすすめなスポットになっております。幻想的な雰囲気なので、ここも写真とか動画とか撮りたくなるんじゃないかなと思ってます。この流れてる川が全て温泉と思うと、草津温泉ならではの凄さを感じるなと思います。このように草津温泉周辺にはですね、すごく素敵な魅力的な場所が多くありますので、宿含めて楽しんだりとか、温泉の景色、カフェとか飲食店もですね、一緒に楽しみながら、行ってみるのがリフレッシュできると思いますので、日々の疲れを癒す旅に、してみてはいかがでしょうか。すごくおすすめになっております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1.YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2.藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開で会員制カフェバーユニーをオープンいたしました。会員制ならではの体験を味わえます。我々は短期的な1回だけなどの消費ではなく、お客様と長い関係を築きたいと思っております。その関係を築くには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考えました。ただのカフェバーではなく、お客様のサードプレイスや帰る場所となっていただけるよう、ユニーはお客様と一生関わっていくお店を目指します。現在会員枠は満席ですが、ウェイティング登録で順番待ちはしていただけるので、概要欄からぜひウェイティング登録で順番待ちしていただけると幸いです。僕が代表を務めている美容室やいえが表参道にあります。僕は新規のお客様の担当をできないんですけど、共同代表をしている表やカラーがとても上手いスタッフなど幅広いスタッフが在籍しております。もし誰に指名していいかわからなければ、こちらから当日お客様に合うスタイリストをご紹介させていただきますので、お気軽にいらしてください。タイミングが合えば僕もお店にいるのでお声掛けさせていただきます。概要欄にご予約のリンクを貼っておきます。